札幌一番街商店街、札幌一番街商店街、札幌一番街商店街、札幌一番街は札幌市中央区にある商店街。札幌大通地区の南一条西一丁目から西三丁目までの南一条通り沿いにあり、百貨店や専門店を中心とした老舗が集積する札幌市内で最も歴史ある商店街になっている。 通りの両側には、イチョウの木が立ち並んでおり、各建物の前にはゴニファーを設置している。また、札幌三越前のライオン像やラガレリア前の元気地蔵は、通りのランドマークになっている。夏季の週末は通りを歩行者天国にして開放し、イベントを開催している。札幌本府建設により、大通院難は、商業地として、都東通に初めて町屋が建てられると、 次第に商店が増加していった。1901年に、市の秋の総本店が建てた建造物は現存しており、札幌、ふるさと文化百選に選定されている。商店街マップ三照にし三丁目にし二丁目にし一丁目。ありがとうございます。